かわいそうへようこそ、錦野真由美役の佐藤里奈です。かわいそうへようこそ、ヘイヘイヘイ、アイアムかわいそうガール、渡辺さや香役金本久子だよ。なんだこれ、この番組は現在放送中のテレビアニメ僕らはみんなかわいそうの魅力を番組をお聞きの皆さんに、なんだちょっと後でいろいろ伝えますね。じゃあ、はい、番組をお聞きの皆さんに、はい、下宿生活さながらにぎやかにお届けする番組となっております。はい、パーソナリティは花澤香菜ちゃん、佐藤里奈さん、うん、私金本久子の3人のうち毎回2人が担当、うん、今回はなんとこの2人にプラスして、うん、宇佐和也役の井口雄一さんが来てくださいました。好きな食べ物はウニ。なんでなくしちゃったんですか、もうショックですよ。井口雄一です、よろしくお願いします。ウニが好きなんですね。好きです。ていうかあの、ね、1年同じものだけしか食べちゃいけないって言われたらお寿司って言います。お寿司ずるいよ ね、うん、いよね。広いでしょ、なんかだってネタもいっぱいあるし ね、 そ う、 ね、はい、そうなんだね。まあウニはもうなくなったんでね。もうショックですよ。ね、ちょっといろいろ聞きたいことがあるんですけど、はい、どういうことですか。え、何ですか。ラブリナさん、さっきの何ですか。あ、ラブリナさんの話ですね。あ、私のニックネームのことですか。ニックネームを募集してたじゃないですか。はい、うん、してた。それで、うん、あのかなちゃんとの会の時に、うん、素敵なのが来まして、うんうん、ラブリーリナさんとか、ラブリー佐藤リナさんとか、佐藤ラブリーリナさんとか、どうしてラブリーが入った来たんで、これはちょっとつなげて、おーおー、ラブリナさんでどうかなっていう結論が出ました。あ、ありがとうございます。いかがですか。なんでしょうね、なんかこう気恥ずかしいものがあるんですけど本当です。まあでもこれは私は自分で言わないからね、いいんですよね。え、みんなが言ってくれるんだもんね、ニックネームだから。自分で言っても大丈夫です。あ、自己紹介の時に、はい、ラブリなことって。あ、ラブリなこと、私、かなちゃんが、うん、セクシーかなちゃんです。あ、まさかの事態になってるんだけど、どうして、どうしてそれはちょっと分かんないけど、あのセクシーで、一応私がプリティ、あ、セクシー担当とプリティっていう風なお便りが来ました。なるほどね。あ、井口くんないね。なんかじゃあ何する何する。え、今日限りですよね。今日限りじゃない、まだ現場が、ね、来てもらうしね。そう、呼ばれるの。井口さん、なんだろうな、なんでしょう。まあ、この流れでいくとクールとかって言いたいとこだけど、僕実は今日一日、はい、このワイシャツの一番上のボタンをあえて止めてるんですよ。普段は止めないんですけど、うん、これ M の知り合いに聞いたところ、うん、M の人はこう止めたいらしいんです。 M の知り合いってじゃあ M 井口でいいってことかな。 M ミドル、 M じゃないです、まだ M じゃないです、全然 M じゃないです、これ嫌なんです。え、嫌なんですか。なんで止めてるんだよ。嫌だけど、嫌だけど止めてるってことは結局 M なんじゃないですか。M だ、 M だ。はい、シロさんに近づいてみようかと思って。なるほど。今日シロさんいないから、シロさんの気持ちも一緒に持ってこようと思って。ああ、篠宮さんの気持ちも持ってきてくれた。なんかちょっといいのを考えようかな、後でね。はい、ちょっと保留にしておきましょう。はい、ということでね、更新日の4月24日木曜日の深夜26時16分から、はい、TBS でテレビアニメ僕らみんな回想の第4話がオンエアになりますので、はい、皆さん忘れずに見てください、ね。はい、まあ、私、はい、初回放送を見逃した私が言うのがなんですけど、そうなの、寝ちゃって、ちょっと遅いですけどね。皆さんいろんな方法で見てください、うん、よろしくお願いします。それではこれからの時間、お茶でも飲みつつのんびり聞いてください。僕らはみんなかわいそう、ウェブラジオ、ラジオもみんなかわいそう。今日はモモンガ井口さんがゲストということで、リナさんから唐突に決まりました、ね。まあ、好きな M を当てはめていこうかなと思って。ありがとうございます。モモンガさんにね、はい、さんメールをもらってるんですよ。はい、はい、ありがとうございます。では私から紹介していきます。はい、はい、お願いします。まずはシークレットさんからいただきました。はい、ありがとうございます。かわいそうの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。僕はゲームで井口くんのことを知ったのですが、うん、いつかアニメでも主人公をやってほしいと思っていたので、うん、初主演が本当に嬉しいです、うん、オーディション合格の通知を受けた時や、初めてアニメの主役として収録に臨まれた時はどんな心境でしたか。あと、宇佐くんを演じられる時に心がけていることも含めていろいろと教えてください。はい、という、
はい、なるほど、男性の方から、はい、ありがとうございます。熱いメッセージをいただきました。うん、はい、これ最初合格通知、その事務所からの電話だったんですけど、はい、もうあのごめんなさい連絡を聞きすぎてて、ね、慣れちゃっててオーディションってね、はい、でまたそのデスクさんがクールな方で、うん、もう K さんですね、うん、あーうちのね、はい、事務所の人だからね、そうそうそう、あのなるほどなるほど、まあクールに、うん、あのいつもと同じトーンで、うん、あの決まりましたって言って、あの淡々と来たんで、うん、あすいません力不足でって、いつもの決まり文句が出ちゃってよく聞いてまたよろしくお願いしますって言っちゃった後にえってね、もうまるでコントのようなもうこうなるんだと思って、もうまんまその落ちたと思ったリアクションしちゃいましたね。全然。でもその後、うん、言われたことに気がついて、はい、もうすごい嬉しいっていう感じですか、それとももう淡々とクールに返したんですか。あの K さんは、はい、あの淡々とされてましたけど僕はあの舞い上がりましたね。え、あ、はい、え、なんだっけそれみたいな、タイトル聞かれて聞いてもなんかよくわかんなくなっちゃって、パニックになった。嬉しかったですね。なるほどね。うさくん、え、オーディション受けた時はうさくんってやりやすかった？どうだったの？あ、もう考えずに考えずにやったからよかったのかもしれないですね。なんか私的に井口くんって結構トーンも高くて柔らかい感じだから、はい、うさくんの第一声を聞いてこんな声出るんだってなったの。うん、意外だったんですよ。はい、だからなんか、あ、そうなんだね、うん、でもストレートに出てきたのが今のうさくんなんだね。そうですね、うん、そうなんだ。心がけてることとか、心がけてることは、あの、うん、ツッコミ役じゃないですか、はい、でみんなボケるじゃないですか、うんうん、ツッコミ、僕普段全然ツッコミをしないので、うんうん、ツッコミが上手になるように、あの効果の上野さんという方に、うん、兵庫の方なので、あ、うん、はい、あのツッコミ指南を受けまして、はい、ツッコミとはその台本上尺が決まってるじゃないです か、はい、うん、かどうしたらいいかっていうのを聞いたら、うん、言い方、言い回しが大事だって。言い回し、はい、うん、でそれをすごい心がけてます。いろんなパターンがあるってことですか。だと思います。その静かにボケてきたら、うん、静かに返すか、うん、逆に激しく突っ込むかとかいうのをすっごい考えて、うん、やってますね。でもそうだよね、難しいです、普段やんないから。難しいよね、はい、うん、まあ、多分関西の人であの英才教育受けてる方ね、英才教育お笑いの英才教育受けてる方は、ね、多分自然と出ると思うんですけど、僕はもう ね、 そうね、あのテンポ感はあっちの人にしかないものだもんね。間とかね、まあね、絶対難しいっすよ、まあね、やってないと難しいね、はい、もうかわいそう、出来上がってるからね、すでに、はい、映像も、あ、そうですね、間はねもう決まっちゃってるからね、どうするか、いかにこううまく突っ込むか、毎回そこが苦労してるとこですね。なるほど、なるほど、はい、今回は井口さんがゲストに来てくださいました、はい、素晴らしい働きをしてくれました。ありがとうございます。ありがとう。井口ことモモンガ頑張りましたいいのモモンガで、なんかいいの見つからなかったの M、モモンガっぽいですけどね。ありがとうございます。確かに大好きです、モモンガ、動物全般大好きです、うん、かわいいよね、うん、うん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 、じゃあモモンガで、モモンガいいですか本当にいいの本当に来てくれたわけなんですが、どうでしたか。はい、いや楽しかったです。あ、本当ですか、よかった。あの途中でね、うん、すごい緊張しましたけど途中であれね、あ、例のかけさん、7の段で、はい、いやもう、うん、よかったです、いい仕事ができましたいや、いい仕事をしてくれました。ここでね、もし失敗してたら何を削るかって、本当ですよ、そこも、ね、今ここの2人でね責められるのはいいですけど、うん、後々花澤さん、あ、違う、セクシーさんから言われるかと思うと怖いですね。そうだよ、そうだよ、よかったですね。はい、ということでまたぜひ今回はかなちゃんがいなかったので、かなちゃんいる時に ね、はい、遊びに、あ、ぜひまた、ね、はい、機会があれば、はい、はい、というわけで僕らはみんなかわいそうウェブラジオ、ラジオもみんなかわいそう、この時間のお相手は私佐藤里奈と金本久子と、そしてゲストのモモンガでした。ありがとうございますいいのモモンガで違うんですか。いや、いいよ来週は私と久子ちゃんの2人でお届けします、はい、バイバーイ。